はいどうも、ストックロクです。今日はですね、またテスターですね、カイウィーツさんの HT118E っていうね、デジタルマルチメーターを紹介していきたいと思います。提供してくれたカイウィーツさん、ありがとうございます。それではね、早速開けていきたいと思います。やっぱりテスターってケースに入ってるんですかね。前回の GVDA さんの時もケースに入ってて、いいじゃんって思ったんですけど、今回もしっかりケースに入っております。ということで開けてきます。よ、はい、これがまず本体と、これがプローブですね。なんかセット内容は前回の GVDA さんのと一緒ですね。普通のプローブと、これまた熱伝追プローブってやつだと思うんですけど、はい、これ3つ、あと説明書ということで、入っているものはこれで全部になります。でこちらね、またアリエクで販売してるってことなんですけれども、このカイウィーツさん、日本のアマゾンでもね販売しております。でこれとね全く同じモデルは見つけられなかったんだけど、他にもいろんなテスターを販売しているので、アマゾンの方でもね、このカイウィーツさんの商品は買えますので、で結構ねレビューが多く入ってる製品もありましたので、それなりに信用できるメーカーさんなのかなと今のところは思ってます。ちょっと待ってよ説明書結構厚いなこれマジか。結構ボリュームのある説明書なんですけど、当然ね全部英語ですね。でも測定方法とか事細かく一応書いてくれてるような説明書です。ということで、まずこの袋開けてきます。はい、ということで全部袋から出してみました。本体結構ねでかいっすね。厚さもそこそこある感じ。サイズで言うと、幅が一番あるところで、85ミリぐらいあるかな。で長さも結構ありますよ。これこっちはね185ミリぐらいで、厚さがなんかすごいね、5センチ以上一番太いところであるので、なんかすごい厚く感じますね。でここなんか見てみると、壁掛けにできたりもするっぽいですね。あ、全部そしてこれゴムでできてるんだ。ここにプローブが収まるようになってるのかな。ここにザクッと入るような感じになってますね。なので結構なんかがっちりした感じですね。でここ、あ、なるほど、立てかけられるんだ。へえ、あ、これはいいかもしれないね。あ、これでかいと思ったら、これカバーがついてるんだ。これゴム製のカバーに覆われてるんですね。外さないとダメだよね。あ、これもしかしてこのカバーが、あー、やっぱこれだ。これまず取ってみましょう。説明書を読めっていう話なんですけど、あー来ましたね。ここだ、ここを開ければいいだけだったんだ。じゃあこれカバー外さなくてよかったな。ということで、後ろのネジですね、ここを外せばすぐ電池入れる場所が出てきました。で電池なんとついてます。これは嬉しい。こうのこうですね。はい、 OK。 あ、ペリペリ取らないと。うえい。はい、ということで、カイウィーツさんの HT118E というデジタルマルチメーターでございます。で持った感じ結構大きいんですけど、重くはないです。結構スカスカな感じがしますね。言い方悪いけど、はい、そんな感じです。機能はね、普通のデジタルメーターと同じような機能が搭載されているような感じですね。まず電圧の測定ですね。あと横にヘルツっていうのもついてますけれども、あと抵抗があって、導通チェックがあって、あと温度測定なんかもあってっていう感じになりますね。 NCV ライブっていうのはきっとまたこれ交流電圧を近づけるとピーピーになるやつですね。ほとんどのことができますよと。でホールドボタンがあって、こうマックスミって書いてますけれども、測ってる時って数値がどうしてもね、動くんですけど、この動いている最大値と最小値っていうのを表示してくれる機能です。あとここがファンクションボタンになってますね。 ACDCACDC、 はい、そんな感じですね。なるほどなるほど、わかりやすいね。GVDA さんの、マルチメーターを紹介した時に、このプローブを刺すのがね2箇所しかなくて、2箇所なだけに初心者には非常に優しくていいって言ってたんだけど、これすごいね。刺すところ光るじゃん。これはいいね、間違えないと思う。やっぱり最近のテスターって本当に便利になってますね。これはねすごくいい機能だと思います。これだと、自分みたいな初心者にも、直感でいけますよね。光ってるところに刺せばいいので。あとここですね、ここにライトのボタンがあるんですけど、はい、電源を入れて、はい、光りましたね。ここが光るようになってます。なるほど、長押しでこのライトの切り替えですね。短くポンって押すと、ここの液晶部分が明るくなる、そんな感じですね。
で今回このデジタルクランプメーター、まあ、続いちゃったんで正直ねあまりやりたくなかったんですよ、本音を言うと。なんだけど今回受けた理由っていうのがね、こいつね2万カウントなんですよ。これデジタルマルチメーター2万カウントっていうことで、ここのね表示の桁数がね今までのよりさらに多い2万カウントですよ。なんかちょっとよくわかんない数字なんで、まあ、自分にとってこの2万カウントっていうのは完全に未知の領域だったんで、まあ、今回受けてみようと思いました。細かく数字出るに越したことはないからね、正直ね。ということで、まあ、やっていくことは一緒なんですけど、先にね違いをね説明させていただきました。2万カウントだよっていうことと、あとこの測定する、まあ、モードによって、刺す場所ですね、プローブの刺す場所がちゃんと示してくれるということで、実際にこちらを使ってね電圧なんかを測定してみようと思います。じゃあまずこのね乾電池から直流の電圧測定を乾電池でやってみたいと思います。ということでまずプローブを刺していきましょう。あ、このプローブもあれだね、ちゃんとカバーがついてますね、端子に。ボルトですね、はい、ボルトに合わせます、パチンと、はい。そしたらここに刺せよと指定がありますので、赤いところに赤いプローブを刺します、ピッと。で黒い方は黒いところに刺すと。まあこれは本当に簡単ですね。今回ちゃんとこれスタンドがついてるので、はい、こんな感じで測定できますね。いやこれはいいかもしれねえ。この前のテスターずっと使っていこうと思ったんだけど、これはこれでいいな。まあただね、この間のはねクランプメーターがついてたんで、まあ、ちょっとそれとはちょっと違いますけど、 1.5V ぐらいだと思うんだけど、はい、うわすーげー、なんだこの細かい数字、 1.59068V。 2万カウントってすげーな。何このわけのわかんない小数点、第何位まで出てんだよ。めちゃくちゃよくわかんねえ数字が出てますね。この電池が転がるのがうざいが、いやー結構面白いっすね。ということで、こちらにね延長コンセントですね用意しましたので、こちらを測定してみたいと思います。でファンクションを AC に変えないとダメですね。で交流になりましたよと、AC のボルトを測っていきたいと思います。とりあえず差し込んでみます。ピンピン、はい、0.41V なはずないよね。電気来てないんじゃない。ちゃんと刺さってる。あ、ごめん、ちゃんと刺さってなかった。ごめんなさいね、なんていう初歩的なミスを。いや、ちゃんと刺さりました。ということで差し込んでみたいと思います。ザクザク、はい。おー、なんかオレンジになった。何これ、 103.5 とか4とかそんな感じで、で 50Hz っていう風に出てますね。っていうように、まあ、交流の時ですね、ヘルツ数もちゃんと測ってくれるっていう仕組みになってます。ちゃんと測定されて数値が出てるよって時はオレンジになるんだ。これ片方外すと白に戻るんですよ。でもう片方、はい、スコッと入れるとオレンジになる、そんな感じの仕組みになってますね。いや面白いなこれ、うん、結構いいんじゃないの。デジタルマルチメーターとしてはもういいでしょう、本当にこれでっていう感じ。じゃあどうしよう、電流一応測ってみましょうか、せっかくなんで。電流ですね、はい、電流の時は刺す場所が変わります。ちょっともう一回やりましょうか、はい、はい、こっちですね。でこのミリアンペアにするとまた刺す場所が変わるんですね。でマックス、10アンペアまで250V って書いてますんで、これは守らなきゃいけないですね。電圧は 1000V まで、電流アンペアは 10A まで測れるよっていうことになってるそうです。ということで電流測ってみたいと思いますので、用意していきたいと思います。またねバッテリーをこの負荷装置につなげて、まあ、それのね電流値を測っていきたいと思います。ちょっと見づらいですけど、まず先にこれ見てもらいましょうか。よいしょ、はい、はい、こちらの負荷装置まず 1A に設定してます。 1A で電流を流していきます。これだけ覚えておいてください。で実際にこれを動かすバッテリー君は、ディンシャーのバッテリー君を使っていきたいと思うんで、まずこれプラス側つないじゃいます。こっから出てる逆側の線をこちらのテスターの、プラス側ですね、赤い線で、赤い線なんですけど、まあ、今回ねこのカイウィーツさんについてたプローブじゃなくてちょっと先っぽ変えました。で変えたのはねこのワニ口クリップにするためですね、はい。ってことでこのワニ口クリップでこいつら2つを、まあこれ1本でもいいんですけどね、本当は1本にするのもめんどくさかったので、こんな感じで止めていきます。
で逆側、このマイナス側ですね、黒い方、このカイビーツに付属の、プローブ、こちらつながってますので、これをバッテリーのマイナス端子に挿します。はい、画面左上ですね、この状態でスイッチをオンにしていきたいと思います。せーの、スイッチオン。はい、回り始めました。直流の電流ですね、1.0039 とか0040とか小数点第4位まで出てるんで、まあ、かなり細かく数値が出てるっていうのが分かっていただけると思います。で、まあ、1アンペアで今この負荷装置、右上の負荷装置を動かしてるんですけど、まあ、こいつの1アンペアっていうのはね、あながち、結構信用できるいい数値が出てるんじゃないかなっていうことも今分かったので、まあ、こういったね、まあ、確認作業ですとか、そういったものにもね、このテスターは使えると。で、これだけ細かく測れますので、どれだけ精度がいいのかっていうのも、簡単に測ることができるいいマルチメーターかなと思います。ということで、電流の測定でした。じゃあ、スイッチを切ります。はい、スイッチを切るとね、電流当然流れないんで、また白い画面に戻ります。はい、ありがとうございました。最後に、この NCV ライブって書いてる、このモードですね。はい、これまた交流電圧の検出だと思うんですけれども、これちょっとやってみたいと思います。これ今つなげてるんだけどピーピーならないね。なんかあんまり感度良くなくない？まあ、下にある電源タップだと反応するんですけど、こいつだとなんか反応非常に悪いですね。ちょっと画面アウトするけど下の方に近づけてみますね。ちょっと試しにこの間の GVDA さんのマルチメーターですね、まあ、こういう時2台あると助かるよね。はい、こっちでちょっと確かめてみたいと思います。あ、やっぱりならないな、こっち。あ、これが悪いんだね。電源タップにつないでいる電源タップって検出されづらいのかな。だからこいつが悪いわけじゃないんだね。あ、こう近づければなる。あ、ここだとなる。これだと結構微弱なんですね。初めて知りました。まあ、電源タップにね、直接近づけると両方いい音鳴るので、はい。今下の方で鳴ってますね。こっちも近づけると、っていう感じで、まあこっちは鳴るんですけど、これだとあまり鳴らないんですね。まあ、うるせえよって感じだね。はい。で、まあこんな機能でございます。ということで、この今回はカイビーツさんの HT118E っていうね、デジタルマルチメーターを紹介していきました。で、使ってみた感想なんですけれども、まあ、最初はね、この挿す場所4つあったんで、また古臭いテスターに戻っちゃったなと思ったんですけど、全然そうではなくて、まあ、モードによってプローブを挿す場所を指定してくれたりですとか、あとこのね、液晶も大きくて、そしてすごくシンプルですよね。うん、ということで、なんかこの辺りのユーザーインターフェースは非常に使いやすい、見やすいものになってるんじゃないかなっていうふうに感じました。もちろん差し替えなければならないっていうね、手間はありますけれども、それを、カバーするだけのこの2万カウントっていうね、もう一歩二歩上のレベルの測定ができるっていうことで、そういった面ではですね、こっちの方がプロ向けなのかなっていうふうに感じました。で、こういったスタンドがついていたりとか、これはもう本当私にとって、まあ、紹介のしやすいものだったので、そういった、まあ、なんて言うんですかね、痒いところに手が届くというか、いい部分がいっぱい感じられる商品でございました。なのでかなりの精度を必要とした測定が必要な方にとってはかなりいい商品ではないでしょうか。で、今いいところばっかり言ったんですけれども、ちょっと気になった点もございます。まあ、まずね、この大きいので、操作しやすいし、見やすいっていうのはあるんだけれども、ちょっと大きすぎるかなっていう気がします。GVDA さんのクランプメーター付きのね、マルチメーターと比べると、幅も 1.5 倍ぐらいですね。まあ、長さはだいたいこっちクランプメーター付きなんで、まあいいとこ同じぐらいなんですけど、結構大きく感じます。ただ、重さはすごく軽いです。重さはね、きっとこれ変わらないですね。ただ、まあ、こっちはね、このゴム製のカバーが外側についてるので、まあ、この対衝撃性ですね、絶対にこっちの方が優れてるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ここにね、プローブを収納できるところも2箇所ありますし、まあ、壁にかけたり、あとスタンドでこう固定できたりすると。なので、まあそういった面では、まあ良いところでもあり、まあ、長所でもあり、まあ大きいことは短所でもあると思うので、
そのあたりがちょっと気になるかなっていうところですね。まあ、きっと小さいの求めてる人用のモデルっていうのもこのカイウィーツさんにはきっと存在してると思うので、このあたりは自分の使う用途によって選ぶ商品っていうのは変わってくるかなと思います。ただこれに関しては本当に見やすさ、あと操作性ですね、プローブを間違わないようにさせるような配慮、そういったところはねきちんとなされているんで、もちろん差し替えるっていう手間は存在しますけれども、その差し替える手間と引き換えに、かなり正確な2万カウントっていう正確な測定ができると、そういった商品だと思いました。なのでいいか悪いかで言うと良い商品だと思います。でこちらの商品もね、なんと4000円台で買えちゃうので、これどっちがいいかってなると結構迷っちゃうところだよね。まあ同じ4000円台なんですよね、片やクランプメーター付きのこの GVDA さん、6000カウントを取るのか、より正確に計測することができる、2万カウントのカイウィーツさんのこちらのマルチメーターを選ぶのか、正直同じぐらいの値段でございます。ただ今回ねカイウィーツさんは割引なのか値引きなのかクーポンをくれるって言ってましたので、もらえた場合はね概要欄の方に合わせて貼っておきます。もし購入する場合はぜひそのクーポンを使って買ってみてください。ということで今日はカイウィーツさんの HT118E っていうね2万カウントのデジタルマルチメーターを紹介していきました。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。